皆さんこんにちは。こんにちは。もまね国際でーす。今日ね、うん、アミティで出かけています。まあ、どこに行く？今から別府に行こうと思っております。別府はね、今からキャンピングカーで行くのに、宿に2泊する予定になってますけど、そうなんよ、ね、猫がね、いる宿なんで、すごく楽しみにしてます。それじゃあ行ってきますけどね。うん。別府に久しぶりに行くんで。はい。今から行ってきます。行ってきまーす。また後ほど。あ、利休饅頭。うん。これがいい。美味しいよ。と、山焼き団子。山焼き団子。で、自分の山焼き。別府なんですよ。あ、別府まで走ってきたね。うん。まあ。あ。ようこそ別府へって書いてあるよ、ここ。うん、鬼がさ、取れたかな、あれに入っちゃったね、温泉に。取れた。本当。うん。なかなかええし。すごく綺麗。あれ。ね、ここあれよね。なんとか、あ、軍。自衛隊の演習。自衛隊の、うん、ね。陸上自衛隊。駐屯地があるよね。そうそうそう。それで、ね、炎症を防ぐために、うん、木が立ってあるんだよね。そうそう。途中から丸坊主よね、丸坊主。いつも丸坊主よね、ここ、うん。なんかこんなに青々しちゃうのってあんまり見たことないんだけど。そうだね。今から枯れていくんかもしれない。うん。なんか後ろがうるさい。あの、網戸のなんかがうるさい。うん、ああ、やっと来ましたけど、うん、別府を通り過ぎるよね、うん、ちょっとね。ちょっと通り過ぎて、大田に一回行きまーす。うん、ああ、湯煙。湯煙がいっぱい見えてます。湯煙出た別府の。ああ、でも絶対、なんか悪くない可能性があるけど、怖いね。悪いのが、ええわけじゃないけどさ。何もなかったら怖いな。はい。いやー、いきなりレッカーです。寂しいもんです。おなら行ってしまいました。寂しいよ。皆さん、こんばんは。こんばんは。別府に行くって言ってね、楽しくやっておりましたけど。楽しかったね。うん。すごい不安に陥りましたけどね。ハプニングがあったね。うん、そうやね。まあ、オープニングは、壇ノ浦で撮影したんですけど、壇ノ浦から別府までってどれぐらいかな、あと150キロ、140キロぐらいかな、多分。それぐらいだったんですけど、そこからね、快調に走ってたんですけど、一旦、あとね、どれぐらいかな、100キロぐらい、80キロぐらい残して、ちょっとね、トイレ休憩をして、で、走り出したら、なんかね、エントランスのドアがガタガタ言うんで、扉閉め忘れたかなと思って、あんまり、音がうるさいんで、ちょっと非常駐車帯に止めて、点検したんですけど、特に問題なくてですね、ハンドアとかもなかったんで、そのまままた走ったらですね、どん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 、車の振動が激しくなってきて、左側のドアミラーがですね、ガタガタなって、なんかちょっとブレて見にくいぐらい揺れてきたんですよね。で、これもう多分パンクしたんかなと思って、で、また非常駐車帯に止めて、タイヤの点検をしたんですけど、どこも異常がね、発見できなくて、まあそのまま走って、んですけど、まあちょっとね、70キロぐらい出すともう怖くて、まあもうすぐでもね、すぐにでももう高速降りたかったんですけど、まあ一番近いところが大分
だったんで、大分までね、ちょっともう別府を過ぎて大分まで行かなければならなかったんで、まあ大分までとりあえず走って降りることはできたんですけど、そしてね、すぐね、駐車場でまた点検したんですけど、わかんなくて、で、駐車場の中をゆっくり走ってもどこも悪くなくって、で、これなら大丈夫かなと思って、まあ、また目的地のね、大分駅まで走ろうとしたらですね、40キロぐらいでもうガタガタなってきて、まあこれもう怖くて走れないなと思って、まあそれでもね、大分駅の駐車場に入れることができたんで、そこでね、ホイールのボルトの増し締めをしてみたりとかね、増し締めっていうかね、どこも緩んでなかったんで、まあ一応点検して、それから何かタイヤに刺さってないかなとか、いろいろ見たんですけど、結局わからなくて、JAF 予報かな、それか近くにあと5キロぐらい走ったらマツダがあるんで、そこに持っていこうかなと思ったんですけど、まあどこが悪いのかもわかんないし、そこで時間かかっても大変なんで、それともうこれ以上走るのはかなりもう危険な感じがしたんで、保険屋さんに連絡してですね、相談したらレッカーっていうんですかね、キャリーカーで、うん、運んでくださるということで、なんかね、修理工場を指定してくださいって言われたんでね、まあ近くにしないといけないのかなと思ったんですけど、なんか結構な距離をね、運べるって言われたんで、まあ大分からだったら、岡山ぐらいまでは、保険の範囲で運べますって言われたんで、じゃあいつものね、山口の方の、いつもお世話になってる修理工場の方にね、連絡して、そこまでね、運んでいただくようにしました。2回目ですよね。今回ね、この車ね、アミティ、初めての長距離をね、それで、もうね、せっかくのキャンピングカーなのに、旅館に2泊するとか言ってね、アミティかわいそうやなとか思ってたら、アミティがね、ハブってたのか何か知らないんですけど、こんなことになってね。アミティだけ先に帰ったね。アミティだけ帰って、レンタカー借りてね、まあ旅館に泊まるんだったんで、特にまあ何も、問題はなかったんですけど、まあそれでね、修理工場の方から連絡がありまして、で、見てもらったら、タイヤがね、もうバースト寸前でしたということで、写真送っていただいたら、タイヤの溝がちょっと広がって、なんかタイヤが変形してたんですけど、それね、見ても全然わかんなかったんですけど、まあ、変形してもう今にもね、バースト寸前ということで、いや、ほんとね、バーストしないでよかったなぁと、それと本当走らないでね、よかったなぁってね、ほっとしました。で、まあ前もあるんよね、ラクーンの時も、一回タイヤがね、変形したっていうのがあって、まあそれは同じメーカーのね、有名メーカーのタイヤなんで、まあそんなことはないだろうと思うんですけどね、まあ、たまたまと思うんですけどね、溝のところが広がるっていうのがね、その話をね、友人にしたら、友人のなんか知り合いもね、そのメーカーのタイヤで、やっぱり溝のところになんかひびが入ってきて、もうバーストしそうなんでっていうので交換して、また1ヶ月半ぐらいでね、同じ症状が新しいタイヤでも出たっていうんでね、なんかもうそこのタイヤどうなのかなってちょっと不安になってるんですけど、まあ、ということでね、4本とも、タイヤ交換して、まあ、旅行から帰ったらね、もうアミティは元気だったんですけど、ただね、アミティね、リッターいくら走るのかなと思ってね、ちょっと楽しみにしてたんですけどね。まあでも走っても8ぐらいなんですよね。で、うん、悪かったら5とかね、それぐらいっていうことだったんですけど、今回ね、トヨタのヤリス借りてね、ガソリンのメーターが一つも動かないんで、これメーター壊れてるんかなとか思いながらね、うん、もう全然燃費違うしね、はい、でね、話がそれるけどさ、
このキャンピングカーのね、購入代金とかね、うん、ガソリン代とかいろいろ考えたら、旅館に何泊できるんかなとかね、そんなことも思ってしまいましたけどね。それこそもうレンタカーでね、なんか、いいんじゃないとかいうぐらいね、めちゃ、なんていうかね、節約できるなぁと思ったんですけど、まあでもね、キャンピングカーにはね、キャンピングカーの魅力があるんでね、やっぱりキャンピングカーがね、いいなぁとは思うんですけど、ね、キャンピングカーでね、うん、止まらんけどキャンピングカーで何でも積んじゃったけさ、うんうん、乗り換えるの大変そうよね。まあでも今回のさ、ね、保険でまあレンタカー借りてって言って、うん、レンタカーにどの荷物積むかとか言ってね、結構な荷物あるしね。そうそう、うん、もうね、あれね、キャンピングカーって何でも乗せるじゃん、うん、何でも乗せて安心しちゃうね、うん、旅館のあれと違うけ、うん、カバンとかね、いるよね、うん、カバンとかちゃんといるし、そうそう、カバンがなかったんよね、たまたま持っていっちゃった、うん、マンションから、うん、荷物を運ぶために旅行カバンを持っちゃったけ、それに、でも2人は結局そんなに荷物っていらんのやなって思ったけどね。いっぱい積んじゃるけどね。うん、まあ旅館に泊まったらそんなに荷物いらないですね、ほんとね。ね、アメニティは全部あるし。まあ、そうそうそう、まあでも今回は、ね。だからあれもこれも持っていく癖があるけどさ、うん。しっかり天体望遠鏡も旅館に持ってきましたからね。レンタカーに移って、ね、天体と望遠鏡持ってったけど曇りっていうのと、あと別府の街の中ではね、そうそうそう、とてもじゃない、天体望遠鏡は出せないですね。あの湯煙の中でね、うん、天体望遠鏡出したらなんか見えが悪くなりそうなんでね。珍道中やったよね。そうそう。まあ楽しかったけどね、まあよくわかったね。まああれよね、キャンピングカーってバーストしやすいっていうのはね、うん、それとよく夏場はね、普通の車もバーストするとか言うんで、まあ、本当気をつけないといけないなと思ってね、まあ大したことなくね、そういう経験ができたんでね、またこれからね、いろいろ気をつけていこうかなと思ってますけど、あれ買ったやろ、うん、買った買った、これね、なんで2つも買うんだろう。これね、エアモニター買ったんですよ。これね、安い。3800いくらしかしなかったんですよね。エアモニターって言って、タイヤの空気圧をね、監視してくれて、タイヤの、空気と、あと、温度とかをね、監視してくれるんで、まあ、走行中とか、停車中とかにね、タイヤに異常があったら早めに、知らせてくれるんで、まあ、これでバーストをね、少しは、防ぐことができるんじゃないかなと思って。これ中国製、まあ、どっちも中国製かもわかんないんですけど、まあ、そっち一応に日本製と思うんですけど、これ中国製で3800円で、結構作りが良くってですね、ただ圧力が、空気圧が、6キロまでなんで、まあ、アミティ 4.7 キロぐらいで、まあ、5キロぐらいまであればいいかなと思うんですけど、うん、だけどこっちはね、日本製のやつで値段が全然違うんですよね。こっち19,800円です。そしてそしてこっちはね、タイヤモニタリングシステムの TDM600 っていうやつですね。こんなのです。で、タイヤにどっちも一緒ですけど、こういうキャップの代わりにこのセンサーをね、つけて4つつければ4本のタイヤの空気圧とか温度がここに表示されるんで、それで異常があればこれがね、アラームが鳴ったりとか、まあまたね、乗る前に見て、あ、ちょっと減ってるなとかね、高くなってるなっていうのがわかるんで、少しはね、安心かなと思うんで、これをね、取り付けようと思います。まあ、またね、取り付けよかったらね、レビュー撮ろうかなとね、レビュー撮影する暇があればね、撮影しようと思っております。結構いろいろあるけど全然撮影してないんですけどね、
はい、それとキャンピングカーの中身とかね、あと外観とかその辺も撮影したいなと思ってるんですけどね、まあ今後またそういうのもね映していきたいと思っております。まあ本当ね、今回はということでねアミティの初旅行はね、アミティだけ先にね家に帰ったというキャリーカーでね、キャリーカーで、まあでもねアミティでよかったなと思ったね。キャリーカーに余裕で乗ってくれるんでね。だから費用もね結構安いんですよね。だから保険の範囲でかなりの距離をね運ぶことができるんで、まあ安心して旅行できるかなと思いました。よくね、ちょっとほっとしたね、うん、鹿児島によく行くんですけど、鹿児島からだったらね家までね運んでもらえるんで、そうそう、まあ、本当よかったな。運転手のお兄ちゃんは、うん、大分から埼玉まで行ったって言ったね。静岡の方だっけ、あ、埼玉、埼玉かね、うん、でまあ、車の大きさによってあの料金がね変わってくるけど、まあアミティだとね普通車の料金と変わらないと思うんで、うん、結構運べるって言われたんでよかったです、うん、はい。まあ喋るだけで今ねもう13分も喋ってるんでこの辺でやばいとこかな。私ほとんどずっと黙ってもうまあ面白かったよね。ナムル猫、名乗る猫はい、ということで終わっときます。最初の旅はこんな感じでしたまたいろいろあると思いますけど動画にしていこうと思います。よろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それでは次回もお願いします。さようならさようなら。